ブルース・ダグラス・ボーチーは、フランス共和国シャラントマリティーム兼、ビューサック・フォレ出身の元プロ野球選手、監督、ウト右ミギウチ。愛称はボッチ。ボーチーは、フランスのシャラントマリティーム兼ビューサック・フォレで生まれ、アメリカ合衆国のフロリダ州で育った。ボーチーの父は、アメリカ陸軍の歌手官総長だった。 1975年の MLB ドラフトでヒューストン・アストロズから一巡目で指名され、プロ入りした。現役時代は、守として、アストロズ、ニューヨーク・メッツ、サンディエゴ・パドレスに所属し、通算358試合の出場で打率、239、26本塁打、93打点を記録した。パドレスでは、テリー・ケネディの控え保守として起用され、 1984年のワールドシリーズでは第5戦で代打として出場し、安打を記録したが、デトロイトタイガースに1勝4敗で敗れた。1988年はパドレス参加の AA、A、級ラスベガススターズで選手権コーチを務め、同年現役を引退。引退後はパドレス参加のマイナー球団の監督を歴任。1989年は A-9。 スポケンインディアンス1991年は AQ ハイデザートマーベリックス1992年は AQ ウィチタパイロッツでリーグ優勝を果たした1993年から1994年はパドレスで三類コーチを務め1994年10月21日にジムリグルマンに代わりパドレスの監督に就任した 監督就任1年目の1995年は70勝74敗と負け越したが、1996年は91勝71敗で地区優勝を果たした。1998年は98勝64敗で地区優勝を果たし、球団史上14年ぶりにワールドシリーズ進出を果たした。ニューヨークヤンキースに4連敗で敗れたが、シーズン終了後に、 ナリーグの最優秀監督に選出された。1999年4月10日に監督として通算338 33勝でリック・ウィリアムズの監督としての勝利数の球団記録を更新。1999年から2003年にかけて5年連続で負け越した。2000年からの4年契約を満了し、2004年2月17日に2年目の2005年は、 球団オプションの契約に合意。ペトコパーク会場1年目の2004年は地区優勝はならなかったものの87勝75敗と6年ぶりに勝ち越した。2005年と2006年は地区優勝を果たしたがいずれもディビジョンシリーズでセントルイスカージナルスに敗れた。2006年10月27日にサンフランシスコジャイアンツの監督に就任。2010年には 自身初、球団にとってもサンフランシスコ移転後では初となるワールドシリーズ制覇を達成した。また2012年、2014年にもワールドシリーズを制覇した。2016年にもワイルドカードでポストシーズン進出を果たしたが、リビジョンシリーズでシカゴカブスに敗れた。2019年シーズン開幕前に同シーズン限りでチーム監督の退任を発表した。 同年9月18日のボストンレッドソックス戦の勝利で史上11人目となる通算2000勝に到達した。監督としてワールドシリーズ制覇を3回経験した人物はメジャー史上で10人目であり、過去の9人は全員がアメリカ野球殿堂入りを果たしていることから、ボーチー自身も将来的な伝堂入りは当確と見られている。ありがとうございます。